さあ申し訳ないもう毎度毎度この騒ぎだよウームとかのスタジオでやんないとダメなんじゃねえのかこれ。ビタニーと。<だ>気になったんですか。何？お父さんメガネ変えました。メガネ変えたんだよこのために。このために？めにはいゴードワーズメガネ。はい皆さん改めまましてこんばんはいかがですか？皆様,いか,か皆様いかがでしょうか？アーカイブで見るかなとか言わないで。 どどうですか。カクカクしてますか。いかがでしょうか。動いてますか。カクカクじゃない。滑らかです。ちゃんと動いている。大丈夫そうです。よかったですね。良かったー。ありがとうございます。すみません。ご心配おかけしました。申し訳ない。もう毎度毎度この騒ぎだよ。ダメだよ、これ。なんかウームとかのスタジオでやらないとダメなんじゃねえのかこれ。<laughs> ちょっと今からちょっと。 他のえっと今あのられた方にも呼びかけますのでしばらくあのお待ちしてから本編スタートさせてああそうですかと思いますはいじゃあどうでもいい話してればいいんですか今降田さんとの話とかしますかなんだよ降田さんとの降田と気になったんですけど何ボロさんメガネ変えましたよねメガネ変えたんだよこのためにこのためにあのほらあのチャットが読めなかっただろう ずっと、チャットが読めなかったから老眼を強くしてもらってで金眼を弱めた眼鏡を作ったんだよシャルマンさんっていうところで作ってもらったんだようんうんうんで今のこの字もでかくしてもらったから今までにないぐらいよく読めてるんだよ皆さんのチャットがはい「ゴールワーズ眼鏡」チャットを読むための眼鏡変更そうなんですよはい。 もうこれチャットに読むのに特化した眼鏡ですから手元,も手元がとりあえず見えやすくなって遠くはちょっと弱くなってますけどね配信専用眼鏡しかもあの先ほども言いましたけどもねほんの数分前まで通常版の収録をやってて慌ててゴロワーズ T シャツに着替えてバタバタでしたけどねいつ配信復活すか分かるか分かんないからトイレにも行けず。 <laughs> ここにこの優先で縛り付けられ飯も食えず飯も食えず縛り付けられたまま、えー、やってましたけども。というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたがいかがでしたでしょうか皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなとちょっとでいいですよ。 湿度にして1%ぐらいで,でも潤ったなと思われた方は是非、ね、チャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うという <laughs> ことなんでよろしくお願いいたします。<laughs>